ウェイン軍はアメリカ合衆国ウエストバージニア州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,481人であり、2000年の42,903人から1.0%減少した。軍庁所在地はウェイン町である。軍内には州西部の中核市であるハンティントン市が一部入っている。ウェイン軍は ケンタッキー州とオハイオ州にもまたがるハンティントン、アシュランド大都市圏に属している。2010年時点で都市圏人口は28万7702人である。2013年2月28日から都市圏の定義が変わり人口は36万3000人となった。ウェイン軍はバージニア州時代の1842年にキャベル軍から分離して設立された。名は マット・アンソニー・ウェイン将軍にちなんで名付けられた。ウェイン軍となった地域は、すでにそこに住んでいたインディアンから常に脅威があった。ために白人の開拓が始まったのは1794年以降だった。この年、マット・アンソニー・ウェイン将軍が、フォールン・ティンバーズの戦いで、小児族インディアンを破り、この地域は安全なものになった。 ヨーロッパ人による最初の高級的開拓地ができたのは1800年頃であり、当時はカナー軍に属していた。初期開拓者の大半は自給自足農民だった。自分たちの食べる食料を栽培し、羊を育て、毛織物を織り、周辺の森から切り出した木材で建物を建て、家具や道具を作った。自分たちで作れないような商品は公益基地で提供された。後に、 ウェイン、ディクソン、イーストリンの南、ラバレットに製粉所ができ、トウモロコシや小麦を引いて小麦粉などを作った。ビーチホーク州立公園のキャンプ場をアメリカ、合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は512平方マイルであり、このうち陸地506平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は1.25%である。 鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。